アルファとエクスペリアってそもそもデバイス自体は全然違うものなんですけれども、目指している画質ってところは同じ方向向かって一緒にやっているかなっていうふうに思っています。アルファも大切にしている、自然な色再現とかディテールとかといったところをこだわって作っています。 AI が今回は強力にサポートをしてくれるので、アルファは初めてカメラを買う方からプロの方までかなり幅広く使っていただいているので、それぞれの方に合うように画質を最適化っていうところを考えて常にこだわっていますね。でさらに撮られるものも風景であったりスポーツであったり身近な方であったりっていうところ、そのあたりも幅広く存在しているので、それぞれの被写体に適用できるように画質の最適化っていうところを考えて作り上げています。 Xperia もそのあたりはかなりこだわられていますよね。そうですね、Xperia はカメラでもありスマートフォンでもあるので、多くの方が日常を持ち歩いてくださるものだと思うんですけれども、やっぱその日常のふとした瞬間に、例えばご家族とか友人とかを撮ったりとか、特別なイベントに持ってったりとか、そういうことが多くあると思うんです。やっぱその時多くメインの被写体になると思うのが人物だと思うので、人物の撮影っていうところは特に大切にしているポイントで、そこの画質っていうところを仕上げることに注力しています。アルファとエクスペリアってそもそもデバイス自体は全然違うものなんですけれども、目指している画質ってところは同じ方向向かって一緒にやっているかなっていうふうに思っています。特にポートレートは肌色の質感というところがすごく重要になってくるので、その肌色をじゃあどうするかであったり、解像をどこまで出すのかっていうようなところもかなりこだわって設計していますが、 Xperia もそこは一緒に考えてやれてますよね。そうですね、一般的なスマートフォンで撮った場合だと、肌色に限らず空とか草木といった自然画がすごく誇張される場合があるかなっていう思うんですけれども、 Xperia はそこを目指さずに、アルファも大切にしている、自然な色再現とかディテールとかっていったところをこだわって作っています。はい、最新のアルファ1のマーク2であったり、アルファ9マーク3であったり、そういった機種に搭載している姿勢推定のAI の技術っていうところも今回 Xperia に導入されたんですよね。そうですね、モードとしては2つ入りまして、 AI カメラワークというモードとオートフレーミングというモードが入りました。 AI カメラワークは2つ中に機能があって、強力手ブレ補正と、あと構図を固定するサポートをしてくれる被写体位置ロックっていう機能が入ったモードになっています。その前って例えば歩きながらこう人を並走して撮るときって構図がこうずれないか気になるっていうのと、あとブレがこう入らないかっていうのが気になったり、あとは自分の足元大丈夫かとか、多分いろんなことを気にしながら撮らないといけないので、かなり慣れが必要だったりすると思うんですけど、それをもう AI が今回は強力にサポートもしてくれるので、ラフにこう構えて自分も歩きながらで、被写体もお友達だったりご家族にこう歩いてもらいながら日の丸撮影という、この中央に被写体を固定した形でこう撮れるというような機能になってます。もう一つのそのアルファの最新機能を取り入れたものとして、オートフレーミングというモードが入りました。でこれはアルファや ZV-E1 の方では三脚にカメラを取り付けて固定でその被写体を追っかけるというような機能になってるんですけど、スマートフォンではやはりこういつも持ち歩いて手軽に撮るっていうこともあって、こう手持ちでの撮影をまず想定してます。で例えばお子さんの発表会なんかですごい発揮してくるんですけど、
カメラをまあ構えて必ずも記録は皆さん撮りたいですと。でそうするとこうカメラに注目しすぎて実物を肉眼で見れないっていうことがあると思うんですけど、今回のオートフレーミングを使うとカメラワークはあのスマホにお任せして、そこでお子さんの姿表情のアップなんかも撮ってくれて、それを追ってくれて、かつ全体も撮った状況を撮ってくれるので、完全にカメラワークをスマホにお任せし、自分はこう肉眼で子供のそのパフォーマンスを見れるというような機能になってますが、どうですか？そうですね、僕も結構子供の運動会行くと、今子供の様子を撮るのってみんなスマートフォンの方が結構多いなと感じてるんですけども、その時にやっぱりこう自分の画面越しに子供を見るっていう親御さんが結構多くて、せっかく目の前で実物のお子さんが踊ったり走ったりしてるのに、それを見ずにこっちばっかり見てるのがすごくもったいないなと思った時があったので、この機能にはすごく共感持てる。もともとアルファにあった機能だと思うんですけど、それをXperiaに落とし込むっていうところかなり苦労されたんじゃないですか？やはりモバイルで撮ったこう写真や動画というのは SNS にアップされるってことも多いと思うんですけれども、なので今回オートフレーミングでは、例えば全体発表会の全体は横画角で撮るけど、自分の子供だけは縦でしっかり撮って、例えば誰かにあげたりとか SNS にアップしたりっていうことができるように、横画角を撮りつつも縦で切り出せるみたいな、そういった設定も自由にユーザーが選べるようになってます。今回の新しい Xperia でお客様に体験してほしいことってどんなところになりますか？そうですね、アルファの画質のこだわりっていうところと同じところに目標を置いて絵作りをしてきました。特に肌色の部分、その色再現であったりとか、あとは髪の毛といったところのディテールの再現性みたいなところを、過度に誇張せず自然に表現できるといったところ、そちらはですね、エンジニアみんなでそこを目指して作り込んできたという経緯があります。なのでこの Xperia を使ってですね、日常のふとしたシーンですとか大切なイベントといった時に取り出していただいて、思い出をいっぱい取りためていただけるととても嬉しく思っています。日常のあらゆるシーンを誰もが簡単に、プロのような高いクオリティで写真や動画を撮れるようになりました。いつも持ち歩いているスマートフォンを通して楽しい撮影体験をしていただきたいと思います。